ゼロサム20周年。鬼の妻どい、孤高の鬼は無垢な花嫁を溺愛する。その鬼には名がなく、ただ鬼とだけ呼ばれる。古い時代に鬼の恨みを被った雫家には、その災いを抑えるため、100年に一度当主の娘を巫女として差し出す習わしがあった。あのリンドウ、そろそろ花をつけるかしら。どちらが早いのだろう、花が咲くのと、私が鬼に差し出されるのと。お姉様、ま、はい、これお土産よ。最近流行りのお菓子買ってきてあげたわ。あ、でも巫女になるお姉様はこんな体に悪いもの食べたらいけないわね。ここに来てはお母様たちに叱られるわ。だってお姉様かわいそうなんだもの。ずっとこんな部屋に閉じ込められて学校へも行けないなんて。一つ下の妹のユイナには当たり前の自由が与えられている。好きな時に外へ出て人と会って。本当にかわいそう、鬼の巫女なんてただの生贄なのにね。意識を終えたら新鮮な血を与えるために生きたまま食べられるんでしょ。私ならとても耐えられない。でもお姉様は大丈夫よね。生まれた時からずっと準備しているんだし。仕方ないわ、雫家の長女の務めなんだから。お姉様一人が犠牲になってくれることでみんな助かるの。ありがとうお姉様、大好きよ。それにこんな醜い姿じゃどうせ外に出たって辛いだけでしょ。真っ白な髪に薄い瞳、ユイナともお母様ともお母様とも違う姿。どうしてモモはみんなと違うの。ごめんねモモ、それが変えられない約束の証なの。変われるものなら変わりたい、あなたが巫女になるなんて。鬼の生贄になれだなんてお母様は言えなかったのだろう。お母様の生きていた頃はまだ幸せだった。こんな庭先だけではなく外に出ることも許されていたし。でも父はあの頃から母と。お母様が亡くなってすぐユイナを連れたあの人がこの家に入ってきて。ああ君が悪いったら、どうせあと5、6年もすれば死ぬんでしょ。いっそ外に出ないでちょうだい。おい、モモはあれに捧げられる巫女なんだ。傷でもついてあれの機嫌を損ねたら。あれって鬼のこと？あなた本気で信じてるの？あんな仰々しい祠なんて建ててくだらない。そう言うな。お前が雫の財産に預かれるのもあれのおかげなんだぞ。まあ何でもいいわ。やっと邪魔な女が死んでせいせいしたんだから。17歳の誕生日、巫女になる儀式まであと1ヶ月。このまま部屋に閉じ込められ続けるくらいならいっそお母様のところへ行ける方が幸せかもしれない。毎年あなたの咲く姿を見ていたから、せめてそれだけは見届けたいけど。儀式当日。まったく、こんな上等な衣装を作るなんて無駄な出費だわ。変なの、これじゃまるで。細くていらっしゃるからもう少し詰め物を。適当でいいわよ、どうせすぐに必要なくなるんだから。殺されてもいい、早くここから連れ出してほしい。チャンネル
登録はこちらになります。おすすめ動画はこちらです。グッドボタン、コメントもお願いします。